おはようございます。やっと準備できた。 GoPro も今スタートして録画中です。どうも調べるとですね、電波この後も入るっぽいんで、結局放送することにしました。高遠まで。おはようございます。角度これでいいかな。今この状態です。駐車場、今ここはですね、なんていうところなんだろうな。なんと説明したらいいか。トイレの前のようでもあるし、トイレ、シャワー室の前でもあるな。おはようございました。で、さっき宿の人にはもう挨拶して。GoPro のいいところは、映像がすごく綺麗なことと、いいビデオカメラに比べたら別にいいわけじゃないんでしょうけどね。カラオケ歌ってないです。それは勘弁してもらいました。勘弁。っていうか、みんな奪い合ってるから。あ、総長ありがとうございます。うち出ました。でですね、じゃあちょっと出発する前にいろいろ説明してまいりましょうか。よいしょ。まずは景色の方かな。早朝配信でも5時半ぐらいの配信かな。でもお見せしたんですが、まずは景色ですよね。奈良さん、おはようございます。スカート、見てないな、こっち来てからは。まずはこれですね。茅野高原、こんなとこです。こんな眺めのとこです。皆さんもぜひ来てくださいって、本当にここ穴場で、なんで知られてないんだろうな。おはようございます。しかも、ただと素泊まりだったらむちゃくちゃ安いし。リモルってなんだ。川向こうっていうか、平地の向こう、平地じゃないや、稲谷か。稲谷の向こうに見えてるのが中央アルプスの山々です。結構雪が残ってるんですけどね。おはようございます。あと、こういう高いところは花あぶが多いですね。別に奴らは刺したり噛んだりしないで、可愛がってやってください。花あぶ、綺麗なもんなんですけどね。松倉とは。で、さっき一人自転車の人が登ってきてました。プツプツか。電波悪いだろうしな。キャンプ場はどうなんだろうな。あるのかな。トイレでは。さっきの人まだ折り返してきてないよな。まだ景色見てるのかな。茅野山荘です。で、昨日酒盛りした人たちはもう車で出発しました。電波を、深呼吸でどうにかなるのか。よっと。で、ここはですね、で、今どのぐらい映像いってるのかな。ちょっとどっか置かせてもらって、あんまり離れないように、電波切れないようにして。山小屋というか、結構立派なとこですよ。で、これ映ってるかな。いや、私は、でも、のんのんのんだな。ここは実はヒルクライムチャレンジで、年に2回大会もやってるそうです。茅野高原ヒルクライムチャレンジ、名前、時間って書いてあるな。5月27日、6月2日、6月4日。おお、って映ってないかな。GoPro の方には映るからいいか。みんな朝登ってくるんですね。朝9時とか。午後って書いてる人いないな。じゃあ行きますかね。ウィンドブレーカーもいらないかな。お世話になりました。朝で、涼しいです。下ると寒いよな、多分。今日に当たってると意外とあったかいけど。酒飲み放題。いや、みんなもうビールいっぱい持ってきてて、何が何だか。で、朝ごはんもご飯、味噌汁、おかわりいただきました。ちょっと曇ってますかね。青空じゃないです。でも日はうっすらさしてます。夜景の正体です。正体、ちょっと待ったよ。ちょっと待てよ。今のコメントはどの段階の映像に対して言ってるんだ。努力。
ありがとうございます。あ、まあちょっとこの先あの下るまでは電波厳しいと思います。ところどころ切れると思います。あ、そうだ、電波で思い出した、自動無料延長オンにしてなかった。よいしょ。山小屋って知らん人と雑魚寝、うん、いや雑魚寝じゃなくて普通の民宿みたいな感じなんですけど、ね、民宿よりももうちょっと立派かな、広めで。スズメバチはちょっとさすがに自動無料延長オンにしました。あれ、これピントは今どこにある、大丈夫か、手動フォーカスで無限、うん、 OK。 朝飯は、朝飯はですね、ご飯、しゃ、あ、いや、あの塩鮭、卵、あとなんだっけ、あ、コロさん、おはようございます。あとですね、網竹の大根おろしかけたやつと、あと、里芋とか練り物とか、根菜の煮物。あとなんだっけな。他にもあったんですけどね。かまど。あと、昨日も今日も出たんですけど、わらびの、あー、くそ、あれの名前が出てこない。わらびの、なんて言うんだ、ああいうのは、おひたしだ、おひたし。わらびはパリパリしてるんですよ。ライダーハウス。ああ、ライダーハウス、まあ確かにライダーハウスで比べると立派ですね、随分と。普通の民宿くらいですよ。で、部屋は割と広め。昨日夜放送したんですけど、部屋も結構広いです。お、車が上がってくる。赤。今日はこのや、さっきの宿のご主人はですね、キノコとか山菜の、指導員の資格があるらしくて、今日はその講習をやるらしいです。で、いっぱい上がってくるって言ってました。おはようございます。お疲れ様です。また昼クライムチャレンジの人だ、今の。なんか2本ぐらい練習したりするらしいですよ。昼クライムで。ああ、昨日の足の疲れはまあまあ残ってるな。今日は高遠まで一気に下って、そこから緩く登っていって、途中尾根沿いの林道に入るところで、アベレージ 10% ぐらいの人に登りがある。くらいかな。はいたけども、みんな年上だったので、年上の女性ばかりだったので、あ、忘れてた、今ここちょっと出しときますね。あ、また言い出せの音が聞こえる、カタコトカタコト言ってる。高原、こういう字の茅野高原です。60ない。あと熊出没注意って書いてあるんですけど、宿の奥さんによると熊いないって言ってました。熊はほとんど見ないぐらいですかねって言ったら、いや、いないって言ってました。
どうやら熊出没は嘘らしい。でも一応熊鈴つけてましたけどね、奥さんは。今朝その宿の奥さんが連れだ、あの奥さんが先導で、あの泊まってる人10人ぐらいでそこら辺の山菜をしらみつぶしにしてきました。もうこの辺の山菜は全滅です。ああ、多分あの人も、あの車の人も、山菜講習かなんかに来た人だと思います。さっき宿出るときにご主人から上がってくるから気をつけてって言われたんで。さてじゃあこっちの方に、昨日はの反対側から登ってきたんですけど、今日はこっちにおります。下るときは道間違えないようにしないと、昨日えらい目にあったし。間違ってないよな。これ間違うと偉いこと。どっかで分岐がないかどうかあらかじめ確認しとこう。怖い。それラス。おお。あ、真っ暗か。まあ下に降りるまで大丈夫かな。汚れたヒゼオで、あのサビのラリーハー、ラリーハーって言うのか知らない。ラリーハー、ラリーハーしか知らない。
健康な過ごし方しかしてないな。FML が死んでたせいか。ああ、てっきり電波がないので仕方がないんだろうと思ってたら、FML が死んでただけだった。まあ、録画できてますけどね。FML が死んでただけでした。なんだ、電波あるんじゃないか。コメントだけ聞こえてると思ったら。いや、FML が落ちてました。たまに落ちるんですよ。で、さっきから6台ぐらいかな。ヒルクライムの自転車の人たちとすれ違ってます。そうそう、確かエリア内のはずなのになと思いながら下ってました。おー。あ、でもこの道やっぱヒルクライムで人気あるのもちょっとわかりますよ。あ、でも良くないか。弱いか。戻りました。平地に、そうですね。この道はいいな。まあ、毎日登りたいかって言われるとあれだけど。そう、GoPro で。濃いですね。普通にあります。いや、もっとひどい道も乗ってますよ。Google 先生は。放送事故、ある意味。うん、さっきなんか電流流れてるやつですよね。途中、プラスチックの車輪で、なんていうのかな、支えてあるやつ。小さなプラスチックの車輪で接触して、電線が張り巡らせてありますね。おー。で、あっちが中央アルプスです。
いいなこりゃ。地形的にここから開けると思いますけどね。あ、また落ちてないだろうな。さっき心配になって音声録音できてる なと思って PC 開いたら、FMLE が死んでるのに気づきました。よいしょ。今配信はできてますよね。送信速度がそこそこ出てたんで。だいぶ降りましたね。夜景はすごいんですけど、むちゃくちゃ高いとこからじゃなくて、すごいしないです。そもそもあの辺り、確か通る、通行規制かかってるんじゃないですかね。少なくとも南アルプスは、通行できなくて歩きとバスだけっていうところがありました。標高今これ771って出てますね。これまっすぐかな。お、どうかですよね。福用コンバイン組合。ん？この音は？ああ PC だ。これ PC の音です。止まった。やばいなぁ。これ内部のファンが傾いて接触してるんだと思うんですよ。筐体の内側に。動いてます。動いてますかね。あ、ラグがすごいのかな。おぉ。もうウィンドブレーカーいらないな、こりゃ。おはようございます。あ、いらっしゃいませ。今茅野高原から、稲谷側に向かって降りてるとこかなです。で、ここは自転車のヒルクライムで有名なとこらしいです。つまり長野の矢光。あ、安定してきました。大丈夫ですか。で、これ沿いにずっと行くんだったかな。岡山高原入り口看板。もう5キロ下ってきたのか。レッツコンバイン。古いな。うん。ここからずっとこの道沿いだ。あ、ファン。ラグすごいな。そう、ワン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 って言って、パスと叩くと、ん？止め。で、土日で、あ、そうですね。昨日特急できました。本当は鈍行で4時間近くかけ、4時間以上か。かけてくるつもりだったんですけど。なんですけど、ですよね。まあだからファンの物理的なところがなんか加熱したりする危険性がちょっとある。あ、そうだった。ウィンドブレーカーと一緒にマイクもすっ飛ばしてしまった。分解。これ修理できるのかな。あと、レッツノートにしてもいいと思ってるんですけどね。ただ、レッツノートだと、ウエストバスにはちょっと入らない。あ、ノートですか。そう、ちょうど梅雨の晴れ間に当たって、よっと。ハンドル名、ハンドル名は私、ポッツにしてますけどね。今、ここ ID 名は。ロボっていうあだ名のバリエーションです。ポッツ。ロボから、ボッツ先生からポッツ先生になってポッツです。なぜか先生呼ばわりされてた。あの先輩からどういう意味の先生だったんだあれ。明らかに下の者に対する先生だったな。佐藤の堂という感じではないね。佐藤の堂、あ、この名前ですか。先生、いや先に生まれてないんですけど。これは農道なのかな。結構広い。ハニワバッグ、あ、前から使ってるやつなんですけど、容量の大きい方持ってき、ま、来てます。今回は上り、あ、いや、上りはまだ透明ないです。
まあちょっとしたアップはあるかもしれないんですけど、涼しいですよ。涼しいけど肌寒いっていうほどではなくなりました。朝起きて外出たら結構肌寒かったんですけどね。ハンノキツネカイ？なんて言うんだあれ。おお。どうですかこの景色。ちょっと八ヶ岳にも似てるかな。そう、ロボからボッツ、ロボからボッツって言ってもつながってないか。本当にふるさと農道って名前なんですかね。ここはどこに看板ないのかな。あれはキテちゃんが乗っていますというマッパ、黄色地に黒でキテちゃんの絵が描いてあった。で向こうが稲田に河岸段丘って前は確かコメントで教えてもらったかな。ふるさと農道ってどっか、うん、やっぱいいなぁ。おお。気持ちよろしいです。大変気持ちよろしいです。何ですかって。なんとか竹ですか。どこも竹ですか。広域濃度ですよね。ただ濃度は結構アップダウンが細かくあってきついところもあったりするんですけど、ここはそうでもないな。ウォッチやっぱラグか。この辺りはラグすごい。適宜更新をお願いします。それじゃあ それだけじゃあ詐欺の時間。そうですね、あと15秒、あと15秒。あ、そもそも延長働いてないか。やばい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 。あと10秒ぐらい。あ、延長できてた。うん。超、OK。ってコメントが届かない。おはようトマト。トマト。なぜか延長できてる。また君ですね。電波悪いな、これは。で、パ、は、ブイ、です。トマト。日没まであと10時間。ああ！いきなりまた道間違えてる。ああ。西追い越し。ちょっと待った、これどこで間違えてる。おはようございます。あ、おはようございます。ちょっと待てよ、道が違う。これじゃない。ラグすごいな。1分以上、2、3分あるかな。ちょっと更新お願いします。ちょい手前で左に曲がるところがあったはず。これ新しい道みたいで、国土地理、電子国土のやつには載ってない。ガミ、そうですね。不思議だな。ていうか、ガミ見なくなってる、どうも。テスト。わあ、こっちからの景色もいいな。どれだ？これか。プリキュア。いらっしゃいませ。こっから分岐か。そんなに間違って、そんなに来てなかったな。よかったよかった。いいですよね。207号ですかね。ちょっと番号わかんないですけど、ここから
ガーミン、丸一日ずっと記録したいっていう、要件があれば結構いいと思いますよ。英語版で2万いくらで、今ですね、アマゾンで、この eTrex30 検索して、英語版のやつ、日本語版じゃない方で。で、DERE、DERE っていう業者が出してるやつは、説明のとこに、日本語フォント入れて出荷してますっていう風に書いてあります。で、メニューとか全部、これ英語版なんですけど、メニュー日本語化されてます。ただ、日本語地図はちゃんと表示されないっぽいんですけど、ものによっては。で、まあ、ファームに非合法パッチを当てて、で、電子国土とか、国土地理院データとか、ヤフー地図取り込むんであればもういらないです。オープンソースマップもあるし、そう、DERE。DERE。あれ、この道で合ってるよな。合ってる合ってる。三沢、はあ、ふう、うん。電波弱いですかね。この辺は一応あるはずなんだけど。はあ、プリキュア。おお、ピカリン、なんだろう、それもプリキュアの話なのかな。そう、DERE、地図最新、ああ、国土地理のやつってどのぐらいで更新されるんでしょうかね。お、いってらっしゃいませ。で、ですね、2万5000円ぐらいですよね。5000円弱、今2000、3000とかじゃなかったっけ、違うか。あ、そっか、なんか一時期だけ安かったんだ。で、買い物カゴに入れてる間にちょっと上がってしまったんだ。じゃあ、キス通りです。飲み物はまだ結構あります。昨日買った麦茶がまだ残ってる。ちょっとだけアップダウンあるな。走れ走れ走れ。今朝、タイムシュートありますけどね。おはようございます。とりあえず絶景を撮影、15分だけ撮影しました。まあ、絶景と稲谷を上から見下ろす景色を。便秘は初日になること多いですね。そんな程度は便秘と言わないのかな。2日目ぐらいから普通になります。でも今日はお通じがありました。まあ、毎日あるんですけどね。今日はこれで8時半出たから時間には余裕があるはず。のどかでしょう。こういうとこ大好きでございます。知らない結婚相談所から呼びました。そうか、なるほど。こんにちは。うちはホームボトルの中なんで、あ、お酒は大丈夫です。私は酔いやすいけど割とすぐ抜けますね。二日酔いしたことは確かまだない。前、大学の時に、なんだっけ、焼酎のお湯割りかなんか一気飲みさせられたのが一番ひどかったんですけど、それも翌日は大丈夫じゃなかったかな、確か。しかも生き延びてったって一杯だけだし。はあ、お、いってらっしゃい。はあ、あれ、なんか、登ってんな、結構。はあ、
間違えてないよな、はあ、難しい。私は実家はこういうとこではないんですけどね、私の実家は駅前商店街だったんですが、はあ、まあでもちょっと行ったらこんな景色ばっかりでした、はあ、ちょっと郊外に出ればですね。で今日これから行くところは高遠という城下町です。城下町っていうのでいいんだっけ、あれは。ですよね、無理ですの良くないと思う。ここは長野県です。長野県の多分まだ箕輪町だと思う。町ってことは何かの郡の中にあるのかな。スイス、そうですか。私はスイス行ったことないんですけどね。お、行ってらっしゃい。頑張って掘ってきてください。今日はどんぐらいだったっけ、まあ、60キロ以上確かあったはずですけどね。時計のこの辺りですかね。お、コピーだ。あ、縁結びのことすっかり忘れてた。調べてないです。昨日酒盛りだったから。まあ行く途中にあったら見てやらないでもない。よっと、ポピー。これってなんかポピーは作物として役に立つもんなんですかね、それともただの観賞用かな。穴掘り結構楽しいかも。楽しい。何の仕事なんだ。いや、作物に私飲んあんま飲んではないです。ポピーは何なんでしょうね。虫か。あ、おはようございます。まあいっぱいじゃないんですけど、まあ私にしてはそこそこ茶碗 2,3 杯分ぐらいは梅酒とビールを飲みました。茶碗でビール、はあ、梅酒は途中から生茶で割って飲んでましたけどね。今日はお一人ですか。今日はお一人です。ん、いや、今日は一人の予定です。飲みすぎ、ああ、いや、抜けるのは早いんですよ。回るの早くて抜けるの早い。茶碗です。嬉しと原液、あれって原液って言うんですか。そうです。イノコは出なかったですね。蜂の子が出たことがあるのが戸隠の方だっけ。長野県の、長野県は南北にえれいでかいんで、同じ長野県って言っても全然違いますよ、文化とか。あ、違いますよってよく知らないけど、少なくとも食べるものは随分場所によって特徴ありますね。カルピスお湯で割って、山菜、名前が分かんない山菜が結構出ました。天ぷらがですね、一つも名前分かんなかったです。戸隠、ああ、今は結構いい道ですよ。私が行った時はいい道でした。縦断か、横断ではなく。あ、行者ニンニクは出てないですね。行者ニンニクは、北海道でアイヌの方では何て言ったっけ。そうそう、行者ニンニク。あ、ここバスあるのか。お昼はお料理ですか。いや、お昼は高遠でなんか適当に食べます。高遠前行った時はそば食っただけなんで、あとは何があるんだろう。まんじゅうがあるのは知ってるけど、料理した人もわからなかったら、より、そうですね。
宿のオーナーさんは山野草の指導員だから多分分かってたと思うんですけどね。青焼き瀬戸津さんじゃないです。長野の親焼きといったら私は木なさっていうところの有名な親焼きがマジで美味しかったです。白馬、有名な白馬っていうところから、自転車乗りには有名な水方峠っていう絶景峠があって、それを挟んだ東側のところに鬼のない里って書いて木なさっていう地名があるんですけど、そこのマジで控えなきゃダメですか。若者の言葉なのかマジでは。割とナチュラルに言ってますけどね。あと全然を肯定的に使ったり。お見合い。断るつもりで。相手をよく見てから行った方が。断り前提じゃなくて人のこと言えないな。私はそもそも見合い自体一遍断ったし。そして、寺の自然と九条、九条、九条ネギの九条か。お断りが、ああなるほど、そうですね。特別に、あ、だと思いますよ。で、そこそこ安いから。日本庭園どこだ。どれだっけ。やい合コン、九条ネギなんですかね、九条って、九条。九条というのをみんな知ってる前提で書かれてるから。由来が気になる。由来が。昔は鬼がいたのかな。鬼が絶滅したから来なさ。合コンは、やっぱ楽しめる方がいいですよね。楽しめる人の方が勝ち。不良の言葉ですか。あれかな、ロックンロールが不良的な考えか。九条、あれなんでしょうかね、本当に。あと、寺って読むのかどうかもわかんない。手が良いと書いて。食べ終わる。何が。違和感が、そうですかね。あ、そうか、九条ネギは京都だな、確かに。憲法、ああ、なるほど。これは、まっすぐでいいか。あ、でも右の方が古い道っぽいな。ほんの少しだけ回り道。スイスイ進んでるのがかっこいいです。かっこいいですか。あ、そうです。ガーミンのイートレックス30。ETREX30。あ、おはようございます。なんであのおばさんはこちらを何度も振り返ってたんだろう。そんな見て愕然とするような格好してるかな。あ、古いガーミンどうしようかな。オレゴン放出してもいいんですけどね。画面に傷とかもうついちゃってますが。あ、ガーミン T シャツって、あ、そうか、ガーミンって確か今自転車チームにスポンサー、チームのスポンサーかやってるんでしたっけ。惚れられたのか。ラグなくなってきましたね。そう、バイクも不良の乗り物。あの辺りの感覚は、どうしても世代差はどうして、清和さんおはようございます。1万円か、1万円台のなんかそういうのあったと思うけどな。ガーミンのこれは、画面の見やすさとかそんなに特別いいわけじゃないんですけど、精度がいいのと、炭酸電池でめちゃくちゃ持つことですね、メリットは。何かついてた。あんなとこにご飯粒が。道間違ってないよな。スマホで、スマホの電波が届くエリアであれば十分だと思います。スマホ、 iPhone の方が実際見やすいし。一人で聞こえてたかな。挨拶、あ、初見さんいらっしゃいませ。ただどれが誰かっていうのは私は全く分かってないので、小手半名乗られても覚えてないぐらいの人間なので、ご自由にどうぞ。
そうだ、このコミュニティ参加とか第何位にランクインしましたっていうのもわざわざ読み上げないようにしようと思ってるんですよね。今日帰ったら覚えてたらやっとこう。挨拶、私はあのコメントに関して言うと、リスナーさんとあの誰が誰っていうふうに識別するとかそういうなんか密接に関わろうという気はさらさらないです。あの今は敵意を持って言ってるわけじゃないんですけど、いやのんびりですよね。まあでもそれも放送次第だと思いますよ。あのお、止まったか。駅採点止まったり、ああ電波怪しいですか。桜ソフトってことは高藤のやつか。あ、来場ありがとうございます。んする、あ、3つさらさら、すいません。また止まったかな。一応 FM エリア確認しよう。お、麦かな。基本あ、復活してる。今大丈夫ですよね。冷たくて。私が そもそも人を覚えられないっていうのもあるし、あとニコ生やってる目的がそっちじゃないので。ネックレス今映像来てないですか。送信速度は300とか出てたんで多分大丈夫だと思うんですが、ん機嫌が悪い。あ、私がそうかな。前回はなんかあの私が NG 設定を探ろうとしてた人がいたんで、てか誰が探ってるかコメント見て分かっちゃったんだけど、そう、それに関して憤慨してたことはありましたね。あ、生放送に、そう、生放送自体は甘えてないですからね。気難しいですと思いますよ実際。どこまで踏み込んでいいかっていう、あの踏み込んでいいかっていうのは人によって境界線が全然違って、私は結構境界線が外側に広いんじゃないかな、遠いところにあるんじゃないかな、なんかあんまり踏み込んでこられるとあっさり拒否しますからね。細かいアップダウンあるな。平民の方とはお付き合いをお断りさせていただいております。そのままでいいのかな。それでこの辺り田んぼの田植えが終わった辺りかな。ハスカスすごい効かすのは本望じゃないんですか。あ、いかんな、今の言い方だとまたそっちネタになるな。というのは本意ではないんですが、本意、あ、ちょっとあの言い発音しづらいけど、ほんいじゃないんですけど、どうも私は続けてほんいと綺麗に発音できない。あ、いらっしゃいませ。ん、気を使いすぎ。あ、受験さんいらっしゃいませ。自転車配信でございますよこの放送は。うん、還暦贅沢だな。線引きされるされる、引きますよ。おお、すごい。あのバンパーフレームはどういう意味があるんだ。お、いらっしゃいませ。今どこです。今はどこだろう、どっかです。誰だったの。ん、誰、え、誰が。信号機だ、こんなとこに。
稲須笠原交差点ってことは稲須に入ってる。いつの間にか。デコトラ1分ぐらいラグですね、それだと。あ、そっか、これ秋葉街道じゃなくて、あそこは杖付き街道になるのか。で、確か高遠から先がは秋葉街道なんだったかな。本望、あ、マレットゴルフ場。JR バス関東さん、土日は13時31分に1本です。笠原の御牧って書いてあります。平安時代に中央集権の朝廷へ献上する馬を育てる牧場だったところ。で、山に囲まれて湧き水が多くなったらかんたらかんたらで、武田信義に攻められ、菅の家者は自害で、平後は越後へ逃れた。一本なら、あ、でもこれ多分あの馬車路線を維持するため の、 あの運行スケジュールなんだと思います。絶滅ですね、本当。いつ亡くなるかわからない。あ、地元の方いらっしゃいませ。今日はあのここから高遠の方に行って、そこから杖付き街道のちょっと東側の林道を通って、で、茅野に抜けて帰ります。茅野からあの電車乗せて、自転車を袋詰めして電車に乗せて帰ります。そう、足ですよね。家族に連れてってもらわなきゃいけなくなる。雨多分大丈夫だと思うんですけど、よく今日、そういえば今日、天気予報はチェックしてないです。そうか、中野もハッピードリンクショップか。そのまま釣られるのは結構あちこちありますよ。帰ってくるの、いや、片道、どうなんだろう。あ、下稲ってどこになるんだっけ。明日、明後日。ああ。クルーズから。どこのクルーズから来た、てめえ。てめえ。ババと書いてバンバ。あれ、ババと書いてバンバって、あれ何村だったっけ。日本一美しい村に加入してるところ。鹿なんとか村、何村だっけな、これこっち下るんでいいんだっけ。鹿なんとか村にもバンバっていう地名なかったかな、なかったっけ。バルございます。合ってる合ってる。あ、大鹿村、そうそう、ありがとうございます。大鹿村にバンバってなかったかな。お、初見じゃない人いらっしゃいませ。ん、浜名湖、何から浜名湖、なんだ、天浜線じゃなくて雨雲、ですね、 X バンドが、 X バンドであのサービスエリア探したんですけど、この辺で X バンドのエリアなかったりしませんか。それらしいエリアが見当たらなくて、あの雨レーダーがチェックできないんです。車も邪魔になるから端っこ走って、まあそこそこ端っこ走ってるつもりなんですけどね。あと私は車とは喧嘩しないので。あ、高速ツアーバス新宿と新宿都内で2200円、さっき宿で聞いてきたやつだ。あと今あの端っこ走ってっていう人は、それ、あの、荒れさせようとしてませんか？分かってて書いてませんか？
そういうこと書くと絶対荒れるから、そういう目的がちょっと感じられたな。あれ高遠まで2キロしかないのか。腹減ってねえ。腹減ってないんですけど。車一応三桁剣道ですねと。よしネタ拾っていこう。これ2キロで高遠ついてしまったら昼飯食えないじゃないですか。お、何配信？玉ねぎか。なんか色が薄いネギじゃない、ナスだなと思ったら。玉ねぎ一袋100円。マジで邪魔くさい。それも争うと言って聞こえるように、争うと思ってコメントしてるように聞こえるな。2ちゃんとかでもそういうのを書いた途端に偉いことになるじゃないですか。こっちはコカブカ。朝飯2杯。買って、持ってきてない。あの、調理道具を。あとこういうのだけ買って調理するあのスキルが自分にはない。あ、おはようございます。午後からなんか電波あるっぽいんですよ。実はよく調べてなかった。株がなんか紫色がちょっと入ってますね。そう、腐らせたことあります。何だったかを生で、玉ねぎ生でいったらかなりあの悲しいことになるじゃないですか。涙がなしないなあ。さっきのあれ寺でよかったの読み方。あの手が良いと書いて寺。電波なしすいません。実は電波ありました。よく調べてませんでした。振ったこと、うん、それは言えないな。それ言ったらん、スイカ太陽。あ、ずっと外食ですね。そう、全然してないんです料理。一時期あの正直者、そうですか。どうだろう、あれ盗んでいく人ってどのぐらいいるのかな。そういうのは実際やってる人に聞けば分かるんだろうな。あの出店してる人に。あ、高遠城島まんじゅうここもあるけど、前高遠まんじゅう食った時にはあの真空パックのやつでちょっとがっかりしたんですよ。ああ、高遠まんじゅう、こういう店だったら、ちゃんと作ったやつがあるんじゃないかな。ちょっとバラで買えるか見ていきます。あ、野菜で嫌いなものは今んとこないです。私はあの、付け合わせのパセリもほぼ残さず食う人間なんで、野菜ではないですね、ほぼ。まだどうだろう。ドアは開いてます。米拾う。ん？米、こぼすじゃないですか。空いてると思うな、これは。ちょっとじゃあ、見てくるか。作りたてだといいですよね。高遠まんじゅうの認識が変わる。よいしょ。あ、公園行きます。あの、城址公園ですね。ちょっと見ていきます。まあ、ダメだったらダメで。よいしょ。よいしょ。じゃあ行ってきます。
系列確認。あの普通に空いてましたよ。で、セロファンで積んであるだけなんですけど、どうだろうな。あ、逆光で。ちょっとじゃあ、あ、バンダナ巻くとですね、上りで汗かいた時に額から垂れてこないです。105円です。前買ったのと同じかな。105円で、ちょっと待ってください。ちょっとじゃあ、オートフォーカスかけるか。ちょっと GoPro の録画の方は、映らないんですけどね。まあそれは GoPro の録画の方は写真合成かな。この辺か。はい。だんだん。どうだろう、ピント合ってるのかな、よく見えないな。なんか、入ってるつもりって、つもりっていうのはどういう表現ですか、それ。あの、これあんこ入りなんですけどね。割となんかあの甘さ控えめのあんこが入ってたんじゃなかったっけ。補給食。まあ一応名物総菜です。高遠といったら白跡と饅頭だけという、あの、何度も言ってるのこのネタ。よし。じゃあ、GoPro 動画に合成するための写真も撮って、パスタライ。これはですね、白とかです。あ、白とか高いとか遠とか、あと後とか書いてあります。カレー味じゃないと思うなあ。初見さんいらっしゃいませ。で、まあ早速ここでいただいていきます。しかし高戸で昼飯食えないとなるとどうしよう。コンビニなのか買っていくか。おにぎりぐらいでいただきます。これこれ、うん、家がすごくない？家？お、中身あんこ、つまめがかわいい。つまめがなんか目の前で飛び交ってくれて嬉しいな、なんかかわいい。で、前食べたのよりもちょっとあの温泉まんじゅう風味が入ってるな。塩気が、あの、結構塩気が入ってるんですよ、これ。かすかに甘辛な感じがする。うん、真空パックのやつよりやっぱ美味しい感じがするな。まあ、食べたの3年以上、何年前だっけ ?5、6年前か。鳥に、トンビじゃないんだから。で、あそこに巣があるんですよ。作りかけなのかな、巣は。捕獲行動。うん、ちょっと脇にどいといてやるか。ツバメは巣しか、ツバメの肉って食えるのかな。食えるほど肉あんのかな。ツバメには、あ、峠の茶屋。まんじゅう系結構なんかそんな感じですよね。あと時代劇には必ず団子屋さんが出てくる。あ、いたいた。おお。あ、ヒナはもういる。あ、じゃああれが夫婦なんだ。んが、そうですね。季節そうですか。でも確かに5月ぐらいのイメージあるな。ツバメ撮影中。ん？という方も。いらっしゃいませ。おはようございます。どっちがすかさっぱりわからない。ヒナ可愛いんですよね。生まれたてよりも少し経ったぐらいの方が可愛いな。真下に来るとどうも警戒されて親が寄ってこないんで。餌やってる。それ可愛いですよね。鳴き声もいいんですよね。あ、ヒナの口が見える。ん？明日に、いや、疲れは大体あんま残らないんですけどね。残らないぐらいで走っております。残るぐらいじゃないと、あの、鍛えられないんですけどね。私の方が、またあなたか。ん？
なんかこの糞。よく見たら、あの、糞箱あるじゃないですか。あの、糞受けが。ん？なんか位置ずれてるような気がするな、これ。のどかでいい感じだな。のどかですよね。こういうの大好き。自粛臭いとは思うけど大好き。あ、やっぱりここにいると寄ってこない。なんか糞箱と巣の位置が全然違うように見えるけどな。あ、また来た来た。もしかしたらあの巣のすぐ下にすごい風が吹いてて、必ずあの落ちる地点がずれるとか。うん、あの巣は食べられませんね。うん、やっぱ真下に人がいるとダメなのか。なんかツバメの、あの餌やる時とか全然それ気にしてないように見えたんですけどね。田舎に住みたいわ。うん、こういうとこいいな。絶妙な位置を見てますね、うん、わら。見てますね。室外機がいい位置にあるな。室外機が、うん、室外機あれ落ちそうですよ、の上に。なんか邪魔してますね、私が、うん、で、まんじゅうはいただきました。お、ゆっくり近寄った。大丈夫だった。じゃあちょっとお茶飲んでから行きます。染め返し。向かって、昨日の麦茶。まんじゅうが怖い人か。まんじゅうで攻めてやろうか。ちょっと無理。こっから先はもう何かの台に乗らないと。どうしようかな。高藤で弁当みたいなの持ってるかな。まあ、あと2キロで高藤といって、もう高藤の就寝地までじゃないかもしれない。あ、そう、最後に一杯お茶が怖い。甘いものかなり好きですよ。洋菓子も和菓子も。ん？取りやすいように何が貼ってある。名物元祖高藤饅頭、とりあえず押さえた。あ、セブンイレブン、こんなとこに。これの桜もう終わってるんだったと思います。私の妹は洋菓子、パテシエをやってるの。パテシエ。お、明日はん？自転車。現金が一番怖い。何が怖いって。あ、小宮さん、ぜひお願いします。うん。あ、出かけてください。こんな道にセブンイレブンがあるとは思ってなかったの。びっくりしたな。そこそこ市街地なんですかね、この辺りは。パティシー、ん？パティシー、エール？それ男性とか女性の違いではなくて。で、コンビニあるけど特に寄っていかない。あれ、じゃあ本当に高藤市街地までが2キロなのかな。なんか駐車場でっかいとよく言われるんですけど、あのサイズはよく見ますよ。あの都心のあの駐車場がちょいついてるのに比べたら全然違いますね。お、ソフトクリーム屋さんが準備中。ん？なんだろう。ちょっと今音量下げすぎてるかな。トレーニングカード。私はキャラでは売ってないので。ん？コンビニが。
スターウォーズ、あれはなんだっけ、どこだっけ、長野なんでしたっけ、ババヘラ、ババヘラは四国、高知、あれ高知でしたよね、高知だったっけ、ん、あ、違う違う、高知じゃない、あれは秋田だ、秋田、秋田ですね。いいか、頭の中でアイスクリーンと間違えてた。アイスクリーンは高知、ババヘラは秋田。でもあのアイスクリーンとババヘラは似た感じだと思いましたよ、味。アイス海鮮はこっちはない、アイス名物はないですよね。あ、やっぱ城址公園 2.3 キロだから近い、もうすぐだ。 はい、ん、白熊と、白熊とババヘラアイスクリーンだと、まあ白熊は勝ちかな。白熊の方がいろいろ乗ってるし、よしこい、実は怒られるでしょ多分。ん、何の名前、ん、もうライカさんいらっしゃいませ。あ、いりました。でも確かにあんまり見なかったな。ババヘラはまだ元気でしたけどね、秋田県の。アイスクリーンは私は桂浜でしか見たことない。ババヘラ、道路狭い。あ、そうだ、ここだ、ここだ、気がついてよかった。ここ、ちょっと待ってください、どう行けばいいんだこれ、ん、ちょっと、ですね、白熊ですとも、いや、白熊よく知らなかったですよ、福岡人としては。これこれ、あの地図で見て車通れないけど歩行者通れそうな橋があったんでチェックしといたんですよ。今日は60何キロぐらいだと思います。アルプスアイス、うん、通りもいいですね。でも私は福岡の博多の名物だと博多の人は今のところ一番かな。博多の人、お、高遠町に入ってるな、やっぱり。白熊、あれってなんかあのオリジナルの白熊の他に特にライセンスと関係ない白熊っていうのが多いらしいですね。こう行きます。自転車押して走行って、ここ押していかなきゃダメか。まあいいや、押していくか、押していくよ。お、この音は、あ、こんばんは。おお、豚骨ラーメンいいですよね。私はもともとラーメンは豚骨でしたが。あ、おはようございます。おお、ん、え、これ導水橋かなんか。うわ、何これ。ダム穴ほどではないけど純ダム穴みたいなのがある。うわー、何これ、ちょっと嫌だな。これどこに繋がってんだ。川に出てるならまだいいけど、どっか地下のパイプに繋がってるんだとしたらむちゃくちゃ嫌だな。うわー、初めて見たこんなの、すげー、なんか嫌だ。落ちた。一応金網あるんですけどね。怖え。この絶対に這い上がれない保証があるっていうのは怖いですよね。怖い。この水なんでこんなに濁ってんだろう。すごいですよね。あ、GoPro、 そうですね、すげー。で、ここはどういう、あ、やっぱ導水橋だ。ほらこれ、この高遠の なんて川なんだろう。子供が落ちたら本当助からないですよね。ほら、そこ、へー、これは霞
完全に。そうです、見えない方がいいよ、見えない方が。なんでわざわざ、なんでわざわざ金網にしてあるんだよ。コンクリで蓋しときゃいいのに。ちょっと天竜川みたいですね、これ下の川も。この水の立体交差が、立体交差にしてもすごい高低差あるな。私もこの施設を初めて見ました。うわー、アトラクション、やっぱり黒い穴が見える。嫌だ嫌だ。まあ嫌だと言っても高いところほどの衝撃はないですけどね。金網があるから入り口のところに。あとここの手すりが高いから。ただの人道橋だと思ったらそうでもなかったな。なんか妙に面白いところでしたね。これ何のためにあるんですかね。あ、やっぱり川に、これ川に流れてるんじゃないんだな、多分どっかにパイプで繋がってるんですよね。お、ご家族連れが来たから城屋みたいか。そうか、そんな吸い込むような、いや泣いている子も。さあ何、ああ、いやでも巨大な穴が下に向かって落ち込んでても嫌ですけどね、高所恐怖症人間としては。おお、写真撮ろう、写真。おはようございます。トイレットペーパー珍百景、濁ってんな。おはようございます。すごい笑顔で今見られた。バンシー勘弁、本当に勘弁だから。それは滝に、あ、そうですよね。だからあれはここに落ちる水、落ちるはずだった水を流してあるんじゃなくて、どこかからどこかやっぱ水を運んでるんじゃないですかね。でこれ何、この郵便ポストは何ですか。郵便受けは妖怪ポストか。なんでこんなとこにこの人が開けるための蓋付きの箱が設置してあるのかさっぱりわからん。巣箱ですかこれ。巣箱かな、鳥小屋かな。でもこれ今蓋開けてピーピーとか言われたら困るな。あ、蓋ちゃんと閉めてあるな。うん、新車使いでしたね。ツバメにしちゃちょっと大きいような。牛乳箱、あ、牛乳受けあったな。牛乳受け今でもたまに見ますけどね。最近プラスチック製のを見ることがある。開けようと思ったら横に釘が2本蓋と本体に打ってあって、で針金で縛ってありました。鍵じゃなくて単に物理的に閉じてある。ん、何が作っちゃう鬼太郎が。でもあれ取り外しする人も、いや、どうやってあれつけたんだ。身も蓋もないっていうか蓋はない。落とすの嫌だ。あ、河川管理カメラ、なるほど。あ、それなんか説得力ありますね。だよ、飛び降りても平気な足は人間じゃないな。これ面白かったですね。水道橋、今これ下にあるはずなんですよ。でもこっちの方だと全然わかんないな。抽選箱、あとは目安箱とか。よし、イエス、目安箱。シンクロした。でこっちは高遠の中心地じゃない方。ああ、これなんか北海道の方で改良住宅とか名前がついてた、あたりの家の感じと似てるな。橋へのご意見を入れるのも命がけですね。あ、さっきの子供たちだ。いたや、この辺りで景観対策の対象にはなってないな。インカから、ああ、そうですね、
トイレの、いや、あの水はみんなそんなあの莫大な量排泄してないと思うわ。長屋ですかね。ブラックの家。あれ、なんか地図が、あ、拡大しすぎてんのか。今なんかウォータースライダー見えたな。そう、杖付きはですね、最終的に杖付きには行くんですけど、あの杖付き街道よりも東側の林道を通るつもりです。そっちは電波なし。あの尾根沿いのダートの林道と、もう一つ東側に普通 の, あの道路の林道があるんですけどね、ちょっとあの尾根沿いのダートにチャレンジしようかと思って、ウェブで調べたら良さそうなとこだったんで、キャリーパミュパミュキャリーパミュパミュに、炭鉱住宅は私見たことないんですよね。炭鉱っていう北九州の方のイメージが強いな。あと筑豊とか、これ高遠の町ですね。あ、すぐ近く人がいた。これ高遠の町ですね。で、野球の練習してるな、また昨日に引き続き。あ、田川、そう、田川もいいですね。あ、ボタ山も直にはないんですよ。城跡どこだっけ。城跡どれだったかな。まあ城跡から街を見渡せたんで見える。あ、確かあっちの方のはずだ。よく見えない高原。高遠のこの街は標高、今は、うん、標高767、まあそこそこ高いですね、この辺りの標高は。うん、学校あります。高遠は普通の街ですよ。普通にあの割と大きな声が、子供の声通りますからね。私の声は通らないんですよ。飲み会の場だと隣にいる人にあの話を届かせることができないぐらいの人間です。声が小さいというよりはこの周波数が、周波数がざわざわという音に思いっきり紛れる音なんで。高尾さん、ん？な、何飲み？こっち左かな。展示、城跡はですね、公園になってます。ん、なんかノイズ入ってますか。高い方のだと思うんですよ。そう、あの通らない声すごくイライラするんですよ。あの周りがうるさいと。あ、高遠町じゃなくなってる。高遠町裏声難しいな。高遠町が消されて稲市になってる。これを町がなくなって市の中の町になってるのか。バスの本数、ここは右回りが2便3便5便という、まあ全部で3便あって、左回りが1便4便。これあの街中循環タクシーん、あ、これ循環タクシーってバスのことなのか。料金も200円だし。みんなである。今日の工程60キロぐらいあると思います。あ、ここから写真撮っとくか。合併しちゃったんですね、知らなかった。どうだろう、前来た時はまだ高遠町だったのかな。前来たのが何年だっけ。左半分でですね、これあの真ん中だけがあの景観対策地区になってて、真ん中だけあの灰色になってるんです。屋根がコミュニティバスみたいなもんですよね。あそこに高架橋があって、てか高遠の南側の川ってこんなに深かったのか。川というか谷というか。そう、あのそう、あの城跡から見るとですね、あの城址公園から見ると真ん中だけ灰色になってるのが分かります。あの辺りかな。あの赤い屋根とか手前の方にあるんですけど、あれ中心地に行くとみんな灰色の屋根なんですよ。あの白い壁と灰色の屋根が全部そうかな。地味なデザイン、確かどうだったっけ。山崎があったの覚えてるんですよ。そこも多分あんな建物じゃなかったかな。あ、茨城にも。そっちの家はまだ私行ったことないです。
岐宿ですね。おお、目の前の家もなかなか、うん、ここはあの白跡と饅頭だけで構成されていると言われている高遠というところです。海食、海食、そう、真ん中の、まあ観光で、観光事業かなの比率が大きいでしょうからね。うだつはこの辺上がってないです。この連中みんなうだつ上がってないぜ。うだつはないですね。あの家と家との間のついたてみたいなやつ、だいたい2階のあたりに張り出してるやつなんですけど、この辺の建物にはそれはない。うだつが上がってね。お、畳屋さんだ。私は実家の隣も畳屋さんだったんですよね。あ、公園に。やってないっす。こっちに日の宮蔵が、うん、本当に十字間についてしまうとは。距離を全然測ってなかったから。ん、あ、稲の稲ってことですか。これ下ってて、そう、にびし醤油、畳屋さんもそうですね、完全に特定されますね。まあ実家今あるのは違うところなんで大丈夫なんですけど。あ、初見さんいらっしゃいませ。そう、私はサイクリングをネタにしてるんじゃなくて、サイクリング趣味を皆さんに観戦させたいからやってる放送でございます。なので、あのリスナーさんの要望を聞くことはほぼない。どこどこの一定とか言われても全然あの応じないです。よっと、うん、そう、完成させたいです。この表現昔から使ってるんですけどね。喋りながら峠登るとまあそれなりきついです。あ、ここは濁った水と透明な水が混じってる。これは前紀伊半島の十津川っていうところの近くでも、ここは多分今水が たまたま濁ってるからだと思うんですけど、いや、天竜川に流れ込む川になるのかな、これは。でかくなくなる。そう、それが問題なんですよ。ほら、なんかあの、ミルクと抹茶が混じるような感じ。今、長野県です。お芝食べて、そういやそうでしたね。あれはまあやってみたくもあったから。今日はちょっと振り返りは多分、ないと思います。写真も今回大量に撮ってるし。そうそう、こういうのも見てて面白いですよね。抹茶オレ、これ濁ってるのは多分雨が降った後じゃないですかね。でもこの濁ってない方の理由がわからんな。っていうことはやっぱこれいつも濁ってる川なんだろうか。前通った時に全然気にしてなかった。いや、確か前来た時も台風の後だったな。この、うん、結構早いですね。月1、それでもいいですよ。でも大体今そんなもんじゃないですかね。あ、自転車繰り上がりで、今日出発が早かったですね。はい、自転車ウルトラ Q、 あのギーガチャンとか言いながら歪みが治っていくんだっけ、あれは。生活雑炊、生活排出か。うわ、こんなに出てないでしょ。どうですか、自転車見えましたか。楽しいですよ。ん、食と、ん、一部だけ、いや、これはあのフロントフォークの色ってそんな選べないんですよ。フレームのカラーはあのセミオーダーだと自由に選べるんですけど、これセミオーダーのやつで、あのフォークはもう色のバリエーションとかほぼないんで、このサスペンションのやつは、うん、タイヤ、あ、パナソニックオーダーシステム POS っていうので買ったんですけどね。わ、すごいな。ここもなんか落ちたらもうダメですね。一発ですね。もう落ちたら一発ですよ。えらい流れだ。すいません、コメントが今聞こえてません。
水音で。うん、結構水音って耳が圧迫されるな。アユどうなんですかね。わあ。多分これ旗から見たら流される人はおもちょっと見た目面白い映像になるのかもしれないけど、すごいな。ん、何ができる？波乗り。こっち見るとそんな、あ、でもやっぱ早いな。スリーポイント、ああ、遺跡ってやつかな。前私は実家の近所でタナゴ釣りとかしてました。うん。昼飯なんですが、ん？何されない？チラッチラ。あ、そば屋。私は前ここ来た時そば屋食いました。そば屋で食いました。昼飯。ですね、漢字3文字でケルン、ん？ 2 文字だけ？ケルンっていう名前の店でした。で、くるみ味噌のキューブが脇に添えてあるそばだったんですよ。それが名物なんだったかな。うん、ケルン。うわ。またしまった。イエス、ケルン。よかった。チェーン外れなかった。なぜケルン？でも漢字でしたよ。なんだっけ？ 2 文字だっけ？ 3 文字だっけ？3文字でんっていうのはおかしいよな。ネタ探し、とりあえず街中回って弁当買ってきますかね。ドイツで花止め、うん、あ、そうか、ケルうんか、あ、多分それだ。そうですね、ケルン。そうか、最後はうんか。別に、いや、日本人でしたよ。自転車の配置というのは、そうね、確か日本最速の流しそうめんというのがどこかあったな。どこだったかな。最長じゃなくて最速、一番速く流れるっていう。食べるものの動体視力を問う。あ、カメラですか。これ、ですね、口で言った方が分かりやすいかな。撮影はできないので、このカメラ自身で。ですね、ウエストバッグにノートパソコンが入っていて、で、そこから、USB 延長ケーブルで、ヘルメットの上のウェブカメラまで伸びてます。で、それに束ねる形で、ヘルメットの横のスピーカーにつなぐためのオーディオ延長ケーブルが1本と、で、あとはその PC からまた別に胸元までマイクが伸びてますってとこで分かるかな。それぞれの機材の詳細はこの番組の枠説明の一番最後の URL でいくと、私のホームページのまとめてるページに行きます。あれ、こっちではないか。あれ、中心地に行くにはどこだっけ。どこが中心地なんだっけ。あ、ん、うーん、ん、あっちか。あ、画質今大丈夫ですかね。今これ映像は FMLE で 352×288 の 200kbps の設定です。思い出避けてん向かい道、ちょっと後ろに回ってこれですね。信号ないな。これはもう言わさず行くしかないのか。中心地は多分その辺りに山崎もあったはず。うん、セントラル高塔。花の丘公園とか、あ、いらっしゃいませ、初見の方。山崎 Y ショップだったっけ。あ、これはですね、これ城址公園の中にあるやつの多分コピーだと思うんですけど、昔の時報です、時報。
太鼓櫓って書いてあって、これ確かあの時間の区切りごとに太鼓を鳴らしてたんだと思います。この城下に向かって地方施設です。地方、あ、中にピカピカの太鼓入ってるな。地方なです。よっと、うん、鐘じゃなくて中に太鼓が吊るされてます。でも確か白跡のやつは太鼓なかったんじゃなかったかな。うん、 GoPro で今録画してるんですよ。あ、中入れますよ。入るか。ヨウサギどうだろう。これドーンドーンとか鳴らしたら怒られるんだろうか。虹の石、あ、これ今日だな。ん？何の方がいい？雇用対策、いや、どうなんだろう。パン、ステージ、お菓子、クラフト、野菜、フリーマーケット、高遠ホリデーパーク、ホリデーパーク、これはさっき始まったんですね。つい今しがって始まったばっかりだ。ただホリデーパークの場所がまだ分かんない。これウエストバッグ、このハニワバッグの中にその通信機器が入ってるんで、どうだろう、上に行ったら電波切れるかな。一応持っていくか。頭の影、そのツッコミはいつものことです。カメラでかくて目立ちますよ。人に話しかけにくいんですよ。ほら、こんな感じ。と、クモの巣。地元の食い物、なんかこの辺そばしか前に来た時は見つけられなくて、どこ、そうそう、カメラ GoPro 結構ぶつけやすいんですよ、出っ張ってるから。そう、時報デストロイヤー、あ、カメラ、あのできるだけ軽い状態でマウントしてるんですよ。純正のやつだともっと、ま、あのケースに入れると重たいんですけどね。おと、本当にな、本当に普通になるんですけど、鳴らしていいのか、これ10時9分に。ちょっとあの後ろめたいんで、こんぐらいしときます。こんぐらいしときます。どうだろう、またたたいてるやつがいるよとか思われてんだろうな、きっと。しかも下手くそだなとか思ってるんだろうな。普通になりますね。あー、80時もあったな。あの時もちょっと恥ずかしかったけど、よいしょ、左打ちで。というのは、一人の時はさすがにやらなかったかな。いや、軽くは叩いたな、絶対。一人で来たとしても。通報が。いや、だってあれ、叩いていいってことですよね。あの感じは。あれ？そこで、あの、木のチップが、あの、バレエのくるくる回るような、あの動きをしてるのは何でだ？あれもクモの巣か。あ、そこから来るんですか。ちょっとびっくりするな、この動き。10時の時報でした。ちょっと遅かったけど、食事開始の200円はいい感じの値段ですね。なかなかいい値付けですね。で、江戸時代には時を報じるのに太鼓を打っていた。太鼓の子に、あの、摩天楼の楼で、古楼は鷹道場絡めてものは刀にあって、楼上に三鼓を備え、三つの太鼓を備え、常に万人を置いて打ち鳴らした。廃城の際、有志によって白山に古楼が新設され、時を報じていたが、今現在地に移され、何年まで、昭和18年まで続いた。私が生まれるよりもまあだいぶ前だけど、昭和の時代まで続いてたんだ、これ。なんかすごいですね。
そう、太鼓の達人だったらあれ、旗から、太鼓の達人の叩き方で上手い人は旗から来たらうるさいんじゃなかろうか。じゃあちょっと中心地の方に寄って、なんか、あ、そうだ、ホリデーパークってどこなんですかね。調べてみるか。戦時中ですかね。私が生まれる30何年ぐらい前。ん？かな？かな？うん、30何年ぐらい前か。嫌になって。いや、絶対叩いてる人いるでしょ、いっぱい。ホリデーパーク、ホリデーパーク。あ、湖ね、なんて言ったっけ、三輪湖じゃなくて、あ、高遠湖っていうのか、あそこ。あ、その先は三輪ダムだな。うん。そう、今日そっちの方に行くんで、高遠の、じゃあ城跡見てからか。ちょっと一応場所は確認しておきます。ホリデー、何事か。パーク、ホリデー、どうもこの iPhone の変換はたまに融通が効かんな。あ、本当だ、高遠湖の南側なんですね。ってことはこれ、あ、トンネル抜けなきゃダメなのか。城跡とは別ルートですね。あー、どうするかな。また戻ってきてからくぐるか。巣は大事か。あとは巣箱の近くだけに。うん、まあ一応城跡は見てから。前来たから個人的にはそれほど行かなくてもいいんですけど、皆さんのために、あのリスナーの言うこと聞かないとか言いながら、皆さんのためにという理由をつけて。ん？何をつけて？ん？梅雨暇。三輪ダムはですね、前なんか、あの、なんだっけ、お椀作ってるとこあったな、あの近くに。陶器じゃなくて、木のお椀じゃなかったかな、塗り物じゃなかったかな。お、五条家通りだ、ここ。ジャンボエビ天そば。準備中。あ、で、前食ったのここです。今、支度中ですけど、気持ちいい。ほら、ケルン。さっきあのコメントにあった通りですね。リスナー思いですよ。たまーに。ケルン。うん、ここは観光エリアですね、完全に。本当に腹減ってないです。店が開くのは11時かぐらいですかね。で、この辺りに、ほら、あった。山崎ショップ。なんとか塾、どこだろう。あ、やっぱりそう、屋根はこうだ。下から見たら分かんないですけど、上から見ると、あ、そう、この感じ。白い壁に灰色の屋根。そう、これからあの城址公園に登ります。割と母言わなきゃいけないとこですね、あそこは。男塾。これが奥まったとこにあるんですよね、これ。あとは弁当かなんか売ってるとこあるかな。じゃあ一応人通り見てから。でも確か前も人通り見てなかったんだよ。向こうの方にあのバスターミナルがあったはず。私の記憶が確かならば。なんだこれ。本当に新聞どころだ。中日新聞、産経新聞。え？でもなんか酒売ってますよ。どういうこと？そこのラムネ置いてあるし。あの店の人に聞こえそうなんで小声ですけどね。ん？琥珀首トンネル？新聞どころって何？しかも表に新聞出てない。あ、出てる。すごい構えですね。構えすごいですよね。新聞屋さんなんだろうけどな。ラムネとかと酒売ってるし。ん？何がある？あ、いや、ちょっと入るのはちょっと
この格好では無理。何かの取材かと思われるし。バスターミナル確かこっちの方ですね。そうか、虹のなんとかで、あそこで食べ物買えるかな。じゃあ補給食だけ買っとくかな。なんかおたふく豆とかあったっけ。うん、また高田まんじゅう売ってますね。ここでも新聞だけでは、でも新聞らしさが表から見る限り全く見えなかった。おお、かっこいいな。あれ来たか、町人って。しかもまんじゅうはしご多分一緒だと思うけどな。おお、かっこいいな。見えますかな、深海魚の骨みたいなやつ。桜の前後、あ、確か桜の時期だが、観光のメインシーズンですね、ここ多分。うん、おお。でも深海魚は見えなかったかな。ちょっと遠慮して近くまで行かなかったんで。そう、でもこれ商店街としては小さいんですよね。大井川と遠いな、遠いな。あ、そっか、反射で自分が映ってたか。さあ、子供たちはよく見るな。まんじゅう屋さんが一番多いな、これ。本当に高遠には白戸とまんじゅうっていうのは割とそうだな、改めて見ると。まんじゅう屋さんがあちこちある。ご用意ですね。そばとまんじゅうしかないな。すごいよ、塩麹って書いてある。で、ここは歯医者さん。まんじゅう、バスターミナルが、これだ、これこれ、子供、あ、そうですね、どうだろう、観光客の子供じゃないのかな、この地元の子供なのかな。地元っぽかったですね。ハイウェイ事件。お、セブンイレブンまで1234メートル。いや、そんなことはどうでもいい。なぜか高遠駅という名前のバスターミナル。で、もう店としては確かこの辺りでおしまいなんですよ。もうこの先ないよな。うん、123km。あ、さっきの野球の練習やってるとこだ。で、向こうに相変わらず、中央アルプスが見えてますね。タクシーの看板？え、どこにあったっけ？あれか、白川タクシーってやつ。そう、結構こういう小さなって言ったら失礼だけど、こういう町みたいなとこだと、地元のタクシー会社が大体ありますよね。しかもやたら歴史がある感じの、まあ別の言い方すると古いところが。そう。ん？日本名、あ、そうですね。ん？23メートル書きたかったんだろうな。なんでこう渡ろうとすると車が集中する。で、民族資料館、桜の湯。バスオタっていうジャンルも結構ありそうですね、確かに。現在地高遠駅、紛らわしい。ダム、その前に城跡ですね。城跡登ってから戻ってこないと。セブンで、あ、いや、セブンで買うんだったら山崎で買います。近いし。あ、バス来てますね。一応バス見るか。じゃあバス見るか。今中央病院駅、高遠駅から、漢字が読めない、なしで中央病院。飯田線乗って帰るのも一遍やってみたいな。 JR バスですね。おお、ああ、怖い。あ、トイレちょっと借りていこうかな。
返さないけどな。ワインショップ、ちょっとトイレをお借りします。え、ターミナルでしょこれ。普通の色合い的に、あ、もうちょっと濃い青でやったら。トイレ、宿の方は好きでしたね。ないと思うな。チャリはしてると思うな。ですね、今ちょっとついでに暑くなりそうなんで、アンダーシャツを脱いできました。アンダーなんとかを。蒸しみたいか。これはまあそこそこタプッとしてますよ今。なかなかに白パンティーじゃない。てかパンティーっていうの今時、今時って言うのかな今も。パンティーって周年、まあ周年はもうそろそろもうそろそろ過ぎてるかな。あ、すいません、メガネいかにも。イエス、ショロ。ビギニングオブ、なんだろう、老年期は、老年期は英語でなんて言うんだ。パンティー、オッケー。やってる時間はなかっただろう今の。あ、シニアか。いや、シニアか、シニアでいいのかな。トイレ、いや全然綺麗に掃除されてましたよ。青いねんです、青いねん。最近来ないですよね。こうやねん。進入してどこに、あ、自転車。すいません、それは。ごめん、すいません、デタラメ英語ですね。
手の投げ返りっていうのはやったことないですけど、あの肉離れやったことあります。あのフットサルやってて痛かったです。でそれであの会社であのチームでやってたフットサルはやめてしまいましたね。高速バス多分通ると思う。あどうだっけ、多分あると思いますけどね。この辺りあの高速バス通ってるはずだし。寒いと、あそうフットサルですね、あの 1回2時間ぐらい練習するたびに足の裏の皮が本当にむけてたんですよ、ま、ベロッと。そのぐらい足の裏が弱かったです。100種類のコーヒーってすごいな。そういうの、まあせっかくなんで参加してみたんですけどね、あの一番ド下手でしたよ。私はあのボールをキープすることができないっていうか、ドリブルもできないから。ん、何とマウンテンバイクでクロスバイクとだったらどっちもどっちかな。ロードバイクは一番楽らしいですけどね。あ、延長はどうだろう、見てみるか。本当に ありがとうございます。そのためのヘルメット視点でもあるんですよね。いや素足じゃないんですよ、専用の靴履いててその有様です。ちょっと延長チェックしますね。ロナウジーニョ、いやあの福岡にいたところは自転車すら乗ってなかったですから。ちょっと待ってください。こう、そうですね、よっと、こうして、延長できてました。大丈夫です、ありがとうございます。じゃあ山崎で買ってくるか、なんかとりあえずランチパックかなんか買っといて、であのフリーマーケット方面のあっちの方で何か買えるようだったらさらに追加で買う。ん、何が何で、あとあのトップも一袋残ってるし。ここは高遠、白跡とまんじゅうの町高遠で、あのお城が昔あったとこです。ん、ハンドルから生えてますよ。ちょっと待ってください。今これバーエンドバー、まあ、握るためだけなんで小さいですけどね。よし、うん、ここ完全の観光地です。ただあの人がそんなにいっぱい来てるのは見たことないのは桜の時期に来たことないからだな。ライトから生えてます。たまにあの小吉とか自分で間違えたりしてましたね。天の橋立てで拾った熊ぬいぐるみです。じゃあちょっとこの横に、これ多分同じ建物だよな、くっついてるし。兼用、上向けると持ちにくくなります。これマウンテンバイクです。じゃあ買い物してくるので、あの交差点でも眺めながらお待ちください。そう、
遅いのが楽しいんですよ、わらわら。おばせめがあった町です。そう、焼きそば。へえ、これが1億円も。安心の野菜生活。怖いよ。軽食だね。ランチパック。ランチパック。どこだっけ、秋葉原かどっかにできたっていうランチパック専門店も一遍だけ見てみたいですけどね。多分一遍しか行かないと思うけど。よし、放り込んで、今のクモの子、じゃあ城跡登るか。東京駅、ランチパック専門店ですか。野球のマウンドにあるやつ、なんだっけ。私の方がマウンテンが、そうです、これ 1.5 インチ幅のやつです。マウンテンバイクにしてはかなり細い部類ですね。 1.25 インチまであるかな、マウンテンバイクで履けるのは。1インチのやつとか履けるのかな。ちょっと曇り、そうですね。老人バッグ、あれか、あの滑り止めのやつですね。で、城跡はどっちだっけ。城址公園に登るところはいまいち、割と照ってるんですけどね。ほら、影ができるぐらいの日は照ってます。わかるかな。城跡登る道は、さっきのところの続きか。細い方、タイヤですね。ちょんまげ見えますか。日焼け止め塗ってますよ。薄く。誰の城、高藤さん。加藤さん、さっき右から来たんだよな。日焼け止めは なんて言ったかな、なんとかいうの塗ってます。ビオレだかなんだかどっかのやつを、何タイプって言ったかな。真っ白に結構塗ってると気持ち悪いんですよね。あ、自転車だ。残念、こちらには気がつかなかったようだ。細い、これ？高遠城市まで 0.7 キロ。福岡城？城？福岡に城あったっけ？スペインで、二人が白くなった時ですね。遠慮なく。あ、全滅。徳川。おはようございます。やっぱこれか、これ登るのか。テスト勉強学生さんか。あ、こっちか。今履いてるのはシュワルベマラソンってやつです。シュワルベがメーカー名なんだっけ、マラソンがブランド名かな。いや、製品名か。こっちからぐにゃぐにゃ登れるんだっけ。豊臣、まあゆっくりゆっくり、すぐ、どうかな。おはようございます。
あ、マラソン種類ってあれか、タイヤの方か。なぜかそこにあの天文台みたいなやつが、あのドームのことなんて呼んだらいいんですかね。昨日もあのスズリ石という地名のとこであれ見かけたんですけど、いや、前もこれ登りました。前来た時も、で駐車場がやたらいっぱいあるんですよ。多分桜の時期のためだけにあるやつですね。マッチョそう、いや、それはないんですが、腕細いです。腹はやや太い。まあこれもすぐ終わりますよ。ほんとまんじゅう押しだな。リング、いや、そこまでではないですよ。ここ私が歯入ってるだけで、まだこれは大したとこじゃない。勾配としては、もうちょい、別の性的な意味で、この辺り晴れてますよ今日は。太ももか。今はギアは、お、検査いらっしゃいませ。フロントインナーで、後ろは真ん中より、ちょっと真ん中より一つ上ぐらい、一つ重めの方だから、まだあの3段階の編集を残しています的な。確かこれ、あ、こんにちは。確かなんか、なんとか塾って、あの、寺子屋じゃないけど、藩の学校がどっかあったはず。城跡に行く前に。そう、山バイク。これではなくて、そう、これから城跡に、これは高遠城大手門の跡ってことか。こっちは覚えてなかったな。喉乾いた。ああ、そうそう、犯行ですね。そうそう。そうそう、あの電球がいい感じ。なんとか道塾っていうのがこの先にあるやつでしたっけ。あ、イベントありがとうございます。最近ありがとう、あの、気づかありがとうございますって言ってないこと多いけど、ありがたいと思ってますよ。後からも役に立つイベントタグはある。いや、それは参加しないんですけど、興味がありますけどね。電球、あれ、あ、そうか、あれ、じゃあ、そっくりな。あ、今日安で一緒になった人とあまりにも似てる人がいたんで勘違いした。あれとか思わず、あの、話しかけるみたいに言ってしまった。違う人たちだった。あ、新徳館、これか。新徳館。違う人たちでした。思いっきり目を合わせてしまいました。向こうは戸惑った目をしてました。
Z3 派とは派閥の派？あ、そうそう、 GoPro の視覚的な脅威はかなり高いと思う。ほうほうって前来たんだけどな。こんなとこです。中に入れないんですけどね。あれ前入れたのかな。建物保護のためとかわざわざ書いてあるけど、はあ、新得感ですね。はあ、あこれ鹿児島の南の端っこで見たあれ、おっぱいっぽいやつ。なんだっけ、父っていう名前がつく呼び方もありましたよね。この、なんだろう、突起物、ボタン、パイパイ、はあ、パイパイ。大丈夫かな、切れないかな電波。今自転車の方にあのポタファイがあるので、物理的には制約されてないけど、なんかすごく電波的に制約を感じる。今ギリギリまでこの通信線が伸びてるイメージが頭の中に。狛犬はないんですね。狛犬ってそもそもどういうところにあるんだっけ。ムンズと、いやこれはあの、あ切れた、ダメか、戻ろう。公園、復帰しましたか。これで、これ途中に階段が挟まったからですね、今の多分。で、迂回するような電波じゃないんだな。これで、あ、復活してますよね。リロードネガイマス。あ、神社の方ですかね。寺じゃなくて。あ、大丈夫ですかね。やっぱり届かなかったか。この階段が間に挟まる形になったんで通らなかったんですよね。よいしょ。あ、ちょっと紐が出て危ないな。ビロンビロンとしました。ビロンド。よいしょ。石垣。これは当時のものなのかな。うん。個人の、うん、強力すぎても確かにあの医療機器への影響とか。あ、ローメンまだ食べたことないです。ソースカツの方、ソースカツ丼の方しか。前どこから入ったんだっけ。ここから入ったんだったかな。接続、あ、中から取り出せばいいんですけどね。こっからでよかったかな。近くにローメンのセンターあるよ。あ、ローメンの店。ただ昼飯まだ入らないんです。はあ、ソースカツ丼は駒ヶ根では。あ、そうか、駒ヶ根の方、そうですね、あそこで食べましたね。あ、まあこれ反対側の入り口だな、前来た時とは。はあ、じゃあ自転車この辺に置いて、うん、やっぱり桜は見事にもう散っちゃってますね。当たり前だけど、ちょっとタファイ持って、ヒール、あの鍵か。一応かけた方があの自転車で乗ってることをその放送で見せてる以上は鍵かけた方がいいんだろうな多分。お、こんにちは。うん、今日も青いです。一応かけた。 GPS は6取るためなんですけど、これがすごく硬い。くそ硬い。そう、落としそうです。これなんとかならんかな。かき氷ですか。でここがあの桜の時期にはえらいことになるとこです。これ、うん、なんか本当に油はさそうかなと思ってるんですよ。プラスチック同士の噛み合わせだけど。
途中になんか油を塗れば少しは良くなるんじゃないかな。桜の時期は街中が大変態って聞いてますね。あ、街中がか、そんななるんだ。ん、卵とじ、これさっき見たあの太鼓炉ローかなの実物があるのがこっちです。いや、実物って言っても建て直したやつかな。あ、誰の詩は高藤さん初見さんいらっしゃいませ。ほんと硬いんですよこれ。これそうそう、前確かこれニコニコショップって見たよな、覚えてないな。よく見たらニコニコショップじゃない、ニコニコシオップだ。そう、高藤さんの城です。どうやらショップじゃないらしい。で、あっちが確か、博物館なんだっけ。ニコニコシオップ、あ、ソフトバンクのあの Wi-Fi のマークがある。やるな、ソフトバンク。あ、夜桜コテ、あ、どちらでもいいんですけど、私が覚える保証はないです。普通の活動にね。あ、高遠湖彼岸桜っていう種類なんですか。おお。そう、今新緑がもう過ぎてしまうぐらいかな、過ぎてしまったのかな。でも綺麗ですよね。あ、そうそう、湖彼岸桜っていうのは聞いたことあります。高遠湖彼岸桜かっていうのは知らなかったですけど。あります？ん？前出店？出店っていうと鈴木武士いかにもメガネを装着しております。カツ丼に、あれどうかな。まあまあ、とんかつは本当にあのソースが最初からソースに似てるわけじゃないですけどね。カツ丼の話盛り上がってました、さっきから。前来た時はこれ桜の木が盛り上がりすぎて枝が邪魔してて道が通りにくくなってるところありました。あれはちゃんと切ったのかな。もう昼、あ、カツオの話ですね。もう、うん、もっと綺麗か言うなよ。わあ、ちょっと無理やりな感じがいいですね。その料理枠、私は揚げ物したことはないな。あ、中央アルプス今が新緑は最盛期では、サイクリングしながら油、煮えた油をサイクリング中に扱うのは大変危険だと思います。あれ、太鼓炉どこにあるんだったっけ。確か向こうの端っこのイメージだったけど見当たらないな。2時間かけて、うん、今徒歩です。自転車置いてきました。ん、ロぐらいは、ロぐらい昼寝は早いね。昼寝、今日は多分昼寝しなくても大丈夫だと思います。日差しが溢れてるな。日差しですね。料理するの、カツライスの方が食べやすいだろうし。あ、これミミズの死骸にゴミ虫みたいなのとハエがたかってる。どこだっけ、太鼓炉。やめれ、わら。ああ、詳細な描写をってことですね。カツライス、わらわら。まだカツの話してんのか。なんでそんな盛り上がってんだ。確かに盛り上がってますね。トツチャさん、あ、たまにありますね。一番最近だと、あ、まあ、いつもトツしてもらってる人っていう一部の人たちがいて、マックで、ああ、ミミズネタ昔ありましたね。ロボさんは歴史、日本史強いの？日本史超弱い。もう日本史の本見せられたら溶けてしまうぐらい弱いです。あれ、太鼓炉どこだったっけ。ないな。桜以外の花などありません、ここには。小さい橋のところ、桜の、そんなこと、この土地の人に言ったら殺されますよ。あ、下向け、了解です。はい。もうちょっと下が良かったら行ってください。
どこだっけ、タイコロ。そう、一部の組織いますね。同じような名前。お、セミセミ。市の人。セミ、あ、ありがとうございます。2000人に感染させること、感染させる可能性ができた。自転車旅行の楽しさを見ろ。あれ？ないなぁ。どこだったっけ？なんかあのタイコロを見ないとこの高遠城市に来たっていう印象が残らなくなる。山城、あ、山の地形自体を利用した城ってことですかね。あれ、反対側のゲートに来てしまった。強引さが牛の声したっけ。したっけって言うと北海道っぽいですね。あれどこだったかな。感じで、ああ、もうちょい下、了解です。大丈夫です。下すぎたりまだ足りなかったら教えてください。武田の城ここ、あれあれ、緑の配置、あ、ですか。あ、まだ下で、はい、さっきから微妙にじわじわ動かしてます。あれ今どこ通ってきた。現在地がこれで、武田武将の激戦地、あ、激戦地、これが南ゲート。あ、一個脇の道があったのか。いい感じです。よし、あ、高さいいですか。お茶団子、あ、私もこっち来た時見てないですね。それは桜の時期にやってる露店じゃないのかな。これ左手沿いにずっといたところですね。さっきあのジェシカメの撮ってきた地図が、ヒーヒーって言ったのか。私はスーさんのイメージがあるな。ヒー、後部カメラ、後部カメラ、反対側のゲートに出てしまったので、タイコロはこれ途中で左に行ったところかな。あ、新宿拠点、あ、略された。この辺から、あ、中央アルプスは今日実は結構見てきたんですけどね。あ、でもちょっと茂っててこっからじゃ見えないな。ん、何見て、事故を見たってことかな。芝生、ちょっと芝、寝転べる芝生はないのでベンチで寝転びますね、寝る場合は。海の中行けますね。あの純正のあの、ケースなんていうんだっけ、あれはアリに入れとけば、あの耐水、水中大丈夫ですね。あ、すいません、虫苦手な人はちょっとあの見ないようにしてください。あのオオミズアオっていう綺麗なガがいるので、口で、あのまず先に描写しておくと、薄緑色の大きな羽にあの赤い触覚が綺麗なんですよ。じゃあ映しますね。あ、でもだいぶ弱ってるなこいつは。あ、触覚赤じゃないや、この翼、あの羽の前の方のヘリが赤いんだ。ん？ライブカメラあるんですか？光って、あ、そうか。うん、ちょっと羽弱ってますね。じゃあちょっとピントも合わせるんで、さらに虫が苦手な人は見ないでおいてください。オートフォーカスするか。体温、あ、どうなんだろう。これはまあ大水青の中でも小さい方だと思うんですけど、GoPro の方は後で写真の方を重ねるか。はい。こいつ、あ、日の光当たってます。このぐらいで見えるかな。どうですか。もうちょい。はい。
あ、私の影がかぶさる。うん、これですね、もっと立派で綺麗な状態があるんですけどね。これが大水青ってやつ。私は綺麗だと思うんだけどな。だってなんか別の虫が目の前で邪魔してるな。という感じで、ガタってちょうだってみたいなもんなのに。てか厳密な違いは確かないはずなのに。あ、グライダーみたい。うん、葉っぱの色じゃないですかね、これ。うん、羽がもう弱っちゃってて、これもう飛べないのかな。ただこれ日に当たってる状態は虫にとってはあんまり良くないんじゃないかな。うん、尾びれというか後ろの羽のこれがですね、キャベツみたい。確かに野菜っぽい色ではあるんですよ、こいつは。昆虫記。いや、私はあの虫がただ若干好きなだけで詳しいわけじゃないんですよ。大水沢とかあれはかなり有名な画ですよ。お、光合成してないと思うな。してたらちょっとびっくりするな。天井、うん、日に当たったら虫って結構干からびちゃうと思うんで。マヨネーズか。こんな虫がついた方があった。タイコロあった。よし、これでミッション果たした。これがあのオリジナルの場所に立ってる、まあ建物は多分建て直したやつですね。ハイブリッド。方向性する虫っていたっけ。確かいないですよね。多くはあのゴミ虫でよければだいたい似たような色で似たような甲虫ですよ。あ、入れなくなってる。あら、いつの間に。え、ライブカメラどこ。え、場所的に本物のとこですね、これは。これがさっきあの私が太鼓叩いてきた、ん、橋ってのはあの高架橋みたいなあれのことですかね。中にこれ太鼓今ないはず。うん、やっぱこの中にはないですね。これ前来た時入れたのに。ふんころがしではないんですけど、ふんころがしとはまた違う感じの甲虫かな。見た目はですね、割とあのコクワとかに似てなくもないです。ふんころがしはもうちょっとあの丸っとしてますよね。丸々っと。というわけで写真だけ撮ってミッション果たした。で、あれどっかから城下町が全部見えるとこあったのにな。さっきの出たからだと、ん、あ、むやみにガオカスライスに。別に食えなかないと思う。毒じゃないんだから。美味しくはないと思いますけどね。美味しかったら今頃知られてるはずだから、そういう食べ方が。お昼ご飯は今あの補給食としてランチパック1個あって、あのん今日これから行く先でフリーマーケットみたいなのやってるみたいなんで、あとお菓子とかいろいろ売ってるらしいんで、そこで調達できるものをなんか買っていこうと思います。でどっかの外で食う。ん、お参り。あ、私はあの全然ああいう寺社仏閣に関してあのお参る動作は全然しないんです。高島城、さっきの地図。いや、見渡せる場所確かあったんですけどね。ふんころがし、あれ今どこにいるんだこれ。まあいいや、 GPS の方見るか。さっきどこ通ってきたっけ。山城って沖縄かよ。あ、糞の中に、あ、それがふんころがしの話かな。よくわからんな。多分こっちだ。高島城ってどこにあるんでしたっけ。高遠城の戦い、古戦場跡。織田信長対、織田信長対ここにいた人たち。西名五郎、信玄の五男。あ、じゃあやっぱり信玄の五男か。あ、お、私はこれから何らかの食べ物を調達します。
じゃあここからさっき登ってきた道また戻ってで、その高架橋を橋を渡っておはようございますで、トンネル抜けた先が、なんて場所だったっけ、なんて言ったっけ、夕暮れ物って何なの、アニメだったっけ、漫画だったっけ、名前だけ聞いたことある、何見てる、うん、ガワサナギとかだったら食べることあるんじゃないかな、ヤヤマシロとヤマシロの区別が分かりません、いかにも真面目なサラリーマンですけど、どこが不真面目だって言うんですか、真面目に決まってるじゃないですか、管理、うん、そうですね、これからあれ確かあっちの方に行くんだけどな、あ、そっか、向こう側からも抜けられたのか、開口、あそこから渡ってトンネルくぐってこうこうこう、あれこの道通れないのかな、うーん、よくわからん、今こっちから高戸町内から登ってきたから平山城、確かに、あ、そこの城山橋を通っていけばいけるんじゃないかな、ちょっと道調べてから下ります、これ戻らなくてもいいんじゃないか、あ、ん、うん、いけるな、ちょえ、うん、いけるいけるはず、うん、さっきのあのでかい橋とかトンネル通らなくてもいける、あ、山削ったのが平山城、山を平らにした城ってことかな、山の上の方、あ、小彼岸桜、長野県天然記念物小彼岸桜、うーん、本当にここだけなんですかね、桜は町民全体の貴重な財産であって全ての町民がその進化を正しく認め、機会あるごとに温かい愛の手を差し伸べ大切に保護するとともに、町民以外の人たちとも十分な理解を求め親しまれるよう努力するものであるって、敷居高いな、ちょっとあの桜愛に、敷居が高すぎませんか、すごいな、完全なる理解と、その他人へも理解を求める姿勢を求められてる、よいしょ、あ、電車乗れます、クロスバイク普通に行けます、あ、いかん、鍵かけてるの忘れてた、ホイールをちょっとだけ痛めたか、今買ったばかりのホイール、桜、そうですね、あ、地図はあのですね、 iPhone で見てるのは Google マップで、あ、会ったことあります、ん、某 IT、 仕事のことはバラさないように、こっちは国土地理院のデータです、ん、すぐ、なになになに、便利な時代ですよね、私は結構昔からPC カードっていう PC カードっていう企画で、あのパソコン、ノート PC につなげる GPS、 こんぐらい、なんていうのかな、この手にどのぐらいのサイズって言ったらいいのかな、タバコ箱より大きいぐらいのサイズの専用のアンテナを外につけるっていう、そうそう、PCMCIA カードってやつなんですけど、を使ってました、昔は。で、それから GPS が、携帯とかでも使えるようになって、ん、何の方がいい、あ、職員さんいらっしゃいませ。ここは今、高藤です。手袋、また突っ込まれた。ん、何の地図のやつ、前輪地図とか、前輪の電子図帳っていうのも前から愛用してたんですけどね、途中からなんか使いにくくなっちゃって、最初の頃前輪に対してすごく使いやすいです、こことこここうやった方がもっといいと思いますとか、やたら熱意のあるメールを送ったりしてたんですけどね、いつだけ